第二次世界大戦敗戦国のドイツ、イタリアにあって日本にだけないもの。さらに通常これは設置してからその時代の状況に合わせて何度も改善を繰り返していくもの。事実、敗戦から70年以上が経ってドイツ62回、イタリア10回、日本だけが依然として0回のまま。あなたはこれが何かわかりますか？これは近代国家において国の在り方を左右する重要なものです。日本ではこの制約によって万が一戦争が起きた時や激化するサイバー攻撃への対処などあらゆる面で遅れを取り、国民を危険にさらしています。世界各国では時代の変化とともに変えていくのが当たり前なのに、日本では戦後75年以上経っても化石のように一字一句変わらないまま。一部の人からはノーベル平和賞に推薦すべきだなんて声が上がっているもの。そう、これは日本国憲法であり、戦争放棄、戦力を持たないという9条の記述です。これにより戦後70年以上経った今でも日本は自国を守る正式な軍隊を持つことができていません。2021年の衆議院選挙で憲法改正に前向きな維新の会が躍進、戦後初の憲法改正の議論が大幅に進みそうな今こそ、そもそも日本の憲法は誰がどのような過程で作ったのか、他の敗戦国でさえ当たり前のように何度も変更している憲法をなぜ日本だけが変えられないのか、なぜいわくつきの憲法を戦後の日本国民は熱烈に支持したのか、幻の改憲と国民の反発などなど、日本国憲法にまつわる歴史を紐解き、分かりやすく解説していきます。それではどうぞ。5月3日、これは何の日？ゴールデンウィークでおなじみの5月3日が何の祝日かご存知だろうか。そう、憲法記念日である。しかし実はこの日が東京裁判の改定日であることをあなたは知っていただろうか。憲法が施行されたのは1947年、東京裁判が改定したのは1946年。1年違いではあるが、どちらも同日の5月3日である。果たしてこれは何を意味するのか。東京裁判とは、連合国11カ国によって永久戦犯28名が裁かれた裁判だ。またこの連合国で構成されたのが日本を占領管理するための極東委員会である。その決定には日本を実質的に管理していた GHQ も従わなければならないとされており、憲法についても極東委員会に制定権があった。ところが日本国憲法は GHQ によって起草され、極東委員会が主導権を握ることはなかった。なぜか。極東委員会には天皇の存続を危ぶむ国がいくつかあったが、是が非でも日本統治を成功させたかったマッカーサーにとってそれが不利益になる可能性があったからだ。極東委員会主導で憲法が制定された場合、天皇制が廃止され、天皇が東京裁判の被告席に立たせられる可能性が大いにあった。そんなことになれば日本全土は混乱し、あちこちで反乱が起き、何万人もの派遣軍が必要となって占領期間も延長されてしまうだろう。マッカーサーはそれを避け、できるだけ早く日本統治の成功という功績を引っ提げて本国に帰りたかったのである。天秤にかけられた天皇の命、マッカーサーの独走。実際のところ憲法について時間をかけて検討し起草したドイツやイタリアとは違い、日本国憲法はまるで奇襲のように生み出された。実は憲法問題についてはもともと日本でも終戦直後から検討が始められてはいたのだ。各政党や民間有識者の間で様々な草案が作成され、45年末から翌春にかけて次々と発表された。政府でも松本丈司国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会を設置し、憲法改正要綱作成に着手していた。 GHQ に示唆されて設置した調査委員会ではあったものの、日本人の手で憲法草案作りに取り組んでいたわけだ。政府が作成した改正要綱が GHQ に提出されたのは46年2月8日。ところがマッカーサーはすでに2月3日、GHQ 民政局に新憲法の草案作成を指示していた。不運休を告げたのは2月13日のことだ。この日、日本が GHQ に提出した改正要綱が正式に拒否され、代わりに
象徴天皇制と戦争放棄という前代未聞の条項が盛り込まれた GHQ 草案が手渡しされたのだ。会談に臨んだ二人の大臣は驚いたことだろう。まさか GHQ で日本の憲法草案が作成されていたとは夢にも思わなかったに違いない。この時日本政府はこの草案を受け入れなければ天皇の地位は保障できないと、いわば天皇を人質に取られた形で GHQ 草案を飲んだと言われる。そうしてこの日から政府ではわずか1週間で作られた英語の GHQ 草案をいかに日本風に脚色するかが争点となったのだ。驚いたのは極東委員会も同じだった。極東委員会は46年2月26日にワシントンで第1回会議を開催、その活動を開始したが、その約1週間後の3月6日に日本が突如として GHQ 草案を日本政府案として発表したからだ。マッカーサーの支持声明も出され、 GHQ が深く関与しているのは明白だった。当然極東委員会はマッカーサーの謁見を批判した。日本国民が憲法草案について考える時間がほとんどないという理由で、4月10日に予定されていた総選挙の延期を求め、さらに憲法改正問題について協議するため GHQ から係官を派遣するようにも要請した。しかしマッカーサーはこれらを拒否、極東委員会の介入を極力排除しようとした。結局総選挙は予定通りに行われ、日本国憲法は1946年11月3日に公布、そして翌年くしくも東京裁判の改定日と同じ5月3日に施行された。東京裁判と日本国憲法、そして天皇制、この三者の関係を考えると同日の日付であることが非常に意味深に見えてくる。いずれにしてもマッカーサーは極東委員会が新憲法制定に手をつける前に既成事実を作り、誰も手出しができない状況へと仕向けることに成功したわけだ。戦争放棄条項は取引の条件だった。ところでなぜマッカーサーは戦争放棄の条項を憲法に盛り込んだのだろうか。それは一言で言えば天皇制を存続させるという意味で、非常識な決定を極東委員会に飲み込ませるには同じぐらい非常識な戦争を放棄するという条項を加えるしかなかったからだ。極東委員会のうちソ連、オーストラリア、イギリスは天皇制の廃止を求め、ニュージーランド、フィリピンは天皇制による軍国主義の復活を恐れ、中華民国は天皇が裁判で裁かれないことに不服を申し立てていた。その上米国内の世論でも天皇の処遇に関して不問に付す、傀儡として利用するとしたのは 7% に過ぎず、 33% が処刑、 37% が裁判にかける、終身刑、追放に賛成と、圧倒的に天皇の戦争責任を追及する声が優勢だった。この国際世論の中で天皇の戦争責任を追及せず天皇制を存続させるには象徴とした上で、さらに戦争を放棄するという前代未聞の条文を加える必要があったわけだ。60年安保闘争と改憲、挫折の歴史。こうして外部勢力の干渉の下で生まれた憲法だが、日本国民の支持は高かった。他国では時流に合わせて柔軟に憲法改正をしているのに、日本では74年一度も改正されていないという事実は、日本で憲法改正の手続きの要件が厳しいということもあるが、国民の反発が強かったということも大きい。例えば自民党初代総裁を務めた鳩山一郎元首相は現行憲法の自主的改正を積極的に主張したが、衆院選挙で改憲に必要な3分の2議席を獲得できず挫折。その流れを引き継ぎ、対等な日米関係を目指して日米安保条約の改定に取り組んだ岸信介も国民の猛反発を受けて総辞職へと追い込まれ、新安保条約締結からの憲法改正への狙いは志半ばで挫折した。この岸内閣下で起きたのが60年安保闘争だ。社会党や共産党、労働組合や市民団体、労働者、学生、そして左翼の活動家らまでが一丸となり、連日数十万人が国会を包囲した大規模な運動である。中曽根康弘元首相は著書天地無常50年の戦後政治を語るで、当時を解雇して
どうして国民は分かってくれないのかとの簡単の心情を書き残している。その上で、治める側にいたわけですが、治められる国民の側に立ってみると、戦前戦中にわたりいろんな統制があって、非常に苦労してようやく自由と平和が得られたわけで、この自由と平和は絶対手放さないという意思が戦後の日本人の中にあったと振り返っている。折しも時代は軍拡競争を迎えた冷戦下だった。50年には朝鮮戦争が、61年にはキューバ危機が起きている。岸の手掛けた新安保条約は、それまでの偏無的な安保体制を総務的にするものであったため、未だ戦争の記憶が生々しい中で、戦争放棄を国家の拠り所の一つにしていた日本国民からすれば、拒否反応が大きかったのではないだろうか。井伏鱒二の小説黒い雨には、正義の戦争よりも不正義の平和の方がいいという一説があるが、大多数の日本人が同じ心情であったはずだ。現実を見て、より良い憲法、より良い日本を作るために。さて、現代では親米、改憲の右派 vs 反米、護憲の左派という対立軸はもう意味をなさなくなってしまった。今はリベラルの中にも改憲派が多く存在している上、保守、リベラル双方に様々な意見が台頭しているからだ。最大の争点となっているのはやはり9条である。9条第2項には、戦力の不保持が規定されているが、その日本がなぜ自衛隊を持てるのかといえば、自衛隊は最低限の実力であって戦力ではないという解釈をしているからだ。しかし、自衛隊は軍隊ではないと胸を張って答えられる国民がどれだけいるだろうか。今や日本の軍事力は世界第8位と目されているのだ。さらに中国の脅威など、刻一刻と変化する国際情勢に対応できない点もよく指摘される。9条第2項には、国の交戦権はこれを認めないと規定されており、日本は正当防衛以外で攻撃を加えることができない。つまり、外国から領海侵犯をされても、相手が攻撃してくるまで一切手出しができないのだ。こういう場合、普通の国であれば警告を行い、それでも無視されれば攻撃を加えるのが通例だ。それで戦争になるようなことはほとんどない。中国が領海、領空侵犯をしようと、北朝鮮が核ミサイルを撃とうと、本当に撃たれるまでは手をこまねいているしかないという状況が、日本の安全保障を脅かしている。激しさを増す国際情勢の中、矛盾だらけの現行憲法について、かつてないほど改憲の機運が高まり、議論は活性化している。かつてのように拒否反応を起こさず、冷静に憲法改正を論じられる世論ができてきたのは、日本国民が今後、日本をどんな国にしたいのか、ということを考える上でも非常に重要だろう。本誌では、その思考の一助となるべく、日本でもトップクラスの指揮者の方々にお願いして、今の憲法の問題点を語っていただき、さらには、新しい憲法の案までも考えていただく斬新な試みになった。憲法改正をきっかけに、日本がより良い国になるよう前向きな議論が進むことを願っている。これは第二次大戦が終結した1945年から2018年までの主要各国の憲法改正の概況です。各国が時代の趨勢に合わせて憲法を手に入れられるのは、自国で作成したものだからなのでしょうか。